はじめまして、新田です。バースデラアビスプレイしていきます。ああ、この組み合わせはすごく気になりますね。でも、なんかレオナさんの方が申し訳なさそうな顔をしていて、マイヤさんの方が堂々としてるんですか？いや、ちょっと、いや、それはちょっとなんかいただけないんですけど、まあでも、お二人と話していきますか。レオナさん側から話しかけましょう。どうしたんですか？さまよいさん、私自分が情けないです。いや、レオナさんがそう思うことは何一つないと思います。急にそんなこと言われても何が何だか分かんないよね。なんとなく二人の組み合わせで分かります。だってマイヤさんが、私ごめんなさい。でもレオナさん、そんな謝る子でも、まあレオナさん的にはまあ謝れるようになってすごく前進していて、弱さも兼ね備えた素晴らしく強い人間にはなってるんですけど、どうしたんですかレオナさん。もういいのよ、ほら泣き止んで。謝る必要なんてないんだから。はい、レオナさんはないと思います。マイヤさんが謝る必要は、まあレオナさんでなくてジンガさんですけど。ねえ、さまよいちゃんも一緒にレオナちゃんを慰めてあげてくれない？いや、もちろんですよ。マイヤさんのせいですもんね。お話を聞いてもらえると嬉しいです。いや、もちろん聞きます。待ってね、じゃあ何か頼もうか。なんでそんなマイヤさんが余裕ある感じなんですか？ココラッシー、ベースはココナッツリキュールで、割り剤はヨーグルトリキュールとソーダです。度数は 6% で、テイストは甘口、美しい白色とすっきりとした味わいが特徴のカクテルです。いや、本当に美しい白ですね。でもこれココナッツリキュール、ヨーグルトリキュールとあってますけど、度数は 6% と低めと、あとソーダで炭酸を付け加えているんですね。いや、もうラッシーですよね。ココナッツのラッシー、ジュースの感覚で飲めそうです。もうまだ涙目になってるじゃない。可愛いお顔が台無しよ。いや、本当に泣かなくて大丈夫ですよ。もうだってヨイタは頼みましたけど、レオナさんはもう飲み切ったままで、そのままですもんね。それはそうです。いや、でも本当に大丈夫ですよ。でも私ずっと誤解していて申し訳なくて。誤解？もしかしてジンガさんの財布に関しては本当に拾っただけだったんですか？だとしたら今こちらも謝らなければいけないんですけど。そんな風に思う必要なんてないのに。すっかり泣かせちゃったわね。ちょっとごめんなさい。もうここは下がってもいいので、全然状況をつかめていないので教えてもらっていいですか？疑問です。もしかしてだけど、私がレオナちゃんを泣かしたと思ってる？はい、激しくそう思っています。言っておくけど、さまよいちゃん、私がいじめたわけじゃないわよ。それは分かってますよっていう意味の、じゃあ肯定にしておきましょう。レオナさんが自分を責めてってことだと思います。端的に説明すると、レオナちゃんに身の上話をしたの。はい、それで、マイヤさん、いや、レオナさんいい人すぎるでしょいや、いい人ですね。でもそうか、マイヤさん的にはお嬢様ですもんね、レオナさんが。いや、誰から見てもレオナさんはお嬢様なんですけど、だからもう本当に貧困の格差というかね、貧富ですか、なんだ、裕福なのと貧困の格差がすごくありますからね、ここ二人には。なんとも。そもそもは私がスリとか悪いことはやめた方がいいですって。偉い、直接言えるようになったのはとても偉いです。炎上とかそういう報酬を取らなくなったのはすごく偉い。直接お願いしたのがきっかけなんですけど。はい、もうそれはすごく素晴らしいことだと思います。まさか
マイヤさんの境遇がそんなに大変だったなんて。いやまあそりゃ思いませんよね。そりゃそう思いませんよ。まあでもそこで泣けるレオナさんは本当に優しいんだと思います。いや本当に境遇がどうあれ私が悪いんだから気にしなくていいのよ。いやまあそうそうその通りその通りです。そうなんですよレオナさん。レオナちゃんには私の事情を正直に全部話したわ。えらいですね。それもマイヤさんもすごく頑張りましたね。妹ですか。えらいよ。それとこれからどう償っていくかもね。まあでも少しでもこう知ってもらって、でその言葉にしていくって、まあ、有言実行という言葉もありますけど、まずは言葉にして何でしょう、ことの葉の力を借りるというか、まあやらなきゃいけない状況を作っていくというか、そういうのもいいと思います。さまよいちゃんとのあれこれもみんな話すところだったのよ。どういうことですか。何ですかあれこれって何のことですか。笑った方が良かったですかね。ダメだった。残念だわ。 笑った方が良かったですかね。じゃあレオナさんも不思議な顔してるじゃないですか。まだ何か私がショックを受けるようなこと隠してるんですか。違います。勝手に言ってるだけです。勝手に言ってるだけですよ。レオナちゃん、私の身の上話で泣いて困っていたところに君が来たってわけ。まあそうだと思いました。あー、レオナさんがとてもいい人っていうお話ですね。今回に関しては素晴らしい。どうです、飲みませんかって。そろそろグラスが空ね。はい、まあ、あのレオナさんに関しては最初から空だったので。もちろん2人も飲むわよね。飲みませんか。この状態で帰るなんてありえないでしょ。いやまあ確かに気まずすぎるので、次会った時どうしたらいいかわからないので、このまま飲んでちょっともうちょっとなんかプラスな感じで帰れたらいいなと思います。はい、私もまだお話ししたいですから。あ、もうレオナさんが天使というか神というか。付き合ってください。一緒に追加の注文をしましょう。はい、そうしましょう。マリブコーク、ベースはココナッツリキュールで割り材はコーラが2種にレモンが入っています。度数は 5% でテイストは中口。コーラの爽快感の中にほんのりとココナッツの香りを感じられる一品で、そうですね、もう名前からマリブコーク、あ、ココナッツとコーラなんだなっていうのは分かりましたけど、そのコーラの甘みっていうのはこう なんでしょう、刺激的なというかこう科学的な甘み、なんか作られた甘みですけど、そこにこのココナッツの自然な甘みが入って、それがうまいハーモニーを奏でているのでしたら、ちょっと良さげなカクテルですね。それじゃあ改めて乾杯。はい、改めまして乾杯しましょう。改めてね、ちゃんと飲みましょう。さっきは泣いたりしてごめんなさい。ご迷惑をおかけしちゃいました。全然大丈夫ですよっていう意味で否定したいんですけど、ちょっとなかなか否定がうまく通らないので、あの笑っているのでね、こちらも笑って笑顔で返しましょう。どうですか。でもいくら私の境遇が悲惨だからって、そんなに泣くほどだったかしら。いや、レオナさんは何で泣いたんでしょうね。まあでも境遇聞いて素直になんか共感して泣いたのか、まあ自分が責めてしまったことに対してちょっと申し訳ない気持ちでっていうのも多分あるでしょうね。ごめんなさいって言っていたので多分そうだと思います。レオナちゃんは涙もろい子じゃないし、さまよいちゃんも不思議に思うわよね。そんなことないですよ。そんなことはないですよ。全然、まあレオナさんすごくいい人なので不思議に思うわよね。まあでも肯定しときますか。いや涙泣いてておかしくないと思うんですけどね。でもまあここは肯定しておきますか。話の流れ的に。さまよいさんは分かってるでしょ。ごめんなさい。私は心を入れ替えたの。分かってます分かってます。私マイヤさんの事情も知らずに悪人扱いした自分のバカさが悔しいんです。まあまあ事情はありますけど、悪人であるのは変わりないんでね。まあ悪いことはしてたので、まあまあまあ、まあすごいですよレオナさん。レオナさんがすごいっていうだけの話です。そんな私をマイヤさんは責めるどころか優しく慰めてくれましたよね。
まあまあまあそうですよね。まあマイヤさんは攻めはしないでしょう。攻められないでしょう立場的に。自分が情けなくて涙が出てくるんですよ。大丈夫ですよ。この中で誰よりも強いのはマイあのレオナさんです。それで泣いちゃったの？レオナちゃんったら可愛すぎね。まあレオナさんが可愛いことに関しては肯定しておきましょう。真面目に聞いてください。真剣に話してるんですからね。大丈夫ですよ聞いてますよ。でも大丈夫です、レオナさんは強いので。さまよいさんもですよ。みんなして私をからかって。刃が可愛いですね。あの時事情を知らずに批判しなくてよかったって思ってるんですよ。うん、分かってますよもちろん。さまよいさんに止めてもらって本当に良かった。マイヤさん感謝してください。もうちょっとで炎上させられるところだったのでね。そっか、レオナちゃんもさまよいちゃんに助けられた一人か。気まずい。ここで肯定するのはあまりにも気まずすぎるので、まあ笑顔でいいですか。笑顔で通りますか。あ、よかったです。その代わりなぜか涙もろくなっちゃったのには困ってますけど。なんででしょうね。まあでもその自分の弱さを認められる、あの見せられるっていうようになったので、その涙も見せられるようになったっていうことですかね多分。あら、いいじゃない。気持ちに素直なのは素敵なことよね。そうですね、これは本当にそうだと思いますよ。よくないですよ、人前で泣くなんて恥ずかしい。その気持ちはすごくわかります。私は強い人間になりたいんですよ。なのにこれじゃ真逆じゃないですか。いや、レオナさんはもう追い求めなくてもいいぐらいに強い人間なんで大丈夫です。安心してください。絶対的な正しさを求めるのをやめたら気が抜けて弱くなっちゃったのかな。いや違います、弱さも含めてそれを抱えて前に進める、あの絶対的な強さを手に入れたと思うので安心してください。大丈夫ですよ。今日はとことん飲みますよ。あ、かわいい。マイヤさんもさまよいさんも返しません。はいはい。大丈夫ですよ、付き合いますよ。そう来なくっちゃね。もともと私はそのつもりだったし。それはいいんですけど、マイヤさんはそのお金どこから出てきてるんですか。本当にさまよいちゃんとお話できるのは楽しいしね。あ、まあ、それは素直に嬉しいです。ありがとうございます。私のお話を聞いてくれるんじゃないんですか。あー、いいですね。このなんて言ったらいいんでしょう、このあの可愛い天使な、あのなんて言うんでしょう、あ、わかんない、あ、小悪魔的な可愛さですよね。このそう、ずっと天使しか出てきてなかったですけど、どっちかっていうとこう小悪魔的な可愛さがありますよね、レオナさんは。それはもちろん。ほら、何か頼もう。はい、頼みましょう。マリブスのベースはココナッツリキュールで、割り剤がトニックウォーターとヨーグルトリキュールです。度数が 6%、 テイストは中口、マリブとヨーグルトリキュール、トニックウォーターで仕上げた甘く飲みやすいカクテルです。純白の液色が雪を思わせます。そうですね、これすごく綺麗ですね。あのパッて見た時に、あ、牛乳かなと思ったんですけど、ヨーグルトとココナッツの白なんですね。いや本当に眩しいくらいの白ですね。輝かしい。しかも甘めだと思うので美味しそうですね。ねえレオナちゃん、さっき言ってたわよね、絶対的な正しさを求めるのをやめたって。まあそうですね、マイヤさんはレオナさんに事情を話しましたけど、レオナさんはマイヤさんに事情を話していないので、そうなりますよね。それが弱いことだとはお姉さんは思わないの？ああ、お姉さん素晴らしいですね。そうでしょうか、負けた感じがしません？いやもうそれすらもうなんか抱え込んで上に行ける強さを持ってるんで、レオナさんは大丈夫です。全然そんなことないですよの否定です。負けるって何にかしら。いやまあ確かにそれはそう、常に何かと戦ってるんですよね、レオナさん。わからないですけど、何かこう世間の圧力とか。で勝ちたいんですよね常に。うん、あ、飲みました。美味しそうなカクテルですね。あれそんなことはないんじゃない。
悪いことを全面的に認めるわけじゃないでしょ。そうですね、悪いことを認めるんじゃなくて、まあ、炎上させない、直接今レオナさん素晴らしいマイヤさんに直接言ってこう相手の話を聞くっていうことができるようになったんで本当に素晴らしいと思いますね。あともう3杯目の一口目をする飲むと赤くなるレオナさんも可愛いですね。レオナちゃんの思う正しさが全部消えるわけじゃないと思うわよ。そうです、強くなって消化していると思いますよ。確かにその通りです。でも今の私半端じゃないでしょうか。まあ確かに以前の方が飛び抜けて半端ではなかった、まあまあ半端じゃないっていうまあそういう点ではそうなんですけど、いやまあでも総合的な強さは以前より上だと思いますよ。まあでもどっちかに振り切っているかって言われたら振り切ってはいないから半端かもしれないです。でもそれが悪いことではないんじゃないですか。そういう曖昧な態度が悪い人をのさばらせることになるんじゃ本当は笑ってあげたいですけど、マイヤさんもなんかよくわからない顔してますけどまあそんなことはないです。今そうですね、今マイヤさんと話していて、マイヤさんが悪い人のまま、でも確かにヨイタンと話してなかったらこの会話だったらレオナさんはもしかしたらマイヤさんを許してしまっていたかもしれないですね。でマイヤさんがこれからスリをするのも、ああ致し方ってなるのであればまたなんか違う気はしますけど、まあでも大丈夫だと思いますよ。そんなことはないです。ん、悪い人をのさばらせるってレオナちゃん何の話。レオナさんは強強なので絶対に悪い人を許さないマンなんですよ。許さないウーマン。今の発想は過激でした。すみません、これは悪い癖で。いやいやいいと思いますよ、のさばらせない方がいいと思うのでまあ、マイヤさんは全て話しましたけど、レオナさんはちょっとは話しきれないですね。この少年、前まではうまく隠せてたんですけど最近はできなくて。大丈夫ですよ、それが何でしょう、本音っていうか一番の思想の根底にはありますけど、それを強要しようとはしていないので、まあ大丈夫だと思いますよ。飲み切りましたね。ダメだな、熱くなるとすぐに悪いところが出てくるみたい。まあちょっと難しいですよね。でも変わろうとしている証拠です。いいじゃない、すぐに変われなくても。はい、私たちは若いんだしこれからよね。いや間違いなくそうですよ、これからマイヤさんだって変わっていくし、レオナさんだって変わっていきます。ですよね。はい、ちょっとずつでも頑張ります。はい、無理なく頑張りましょう。ありがとうございますマイヤさん、私が変わるとこ見守ってくださいね。いやこういうところがこうなんでしょう、こうなんでしょう、こびているというか、なんかこうすごい下手なこびじゃなくてうまいこびですよね。もう本当に可愛い。レオナちゃん、お互い頑張りましょうね。はい、もうなんかあいいですね、なんかザ・セイリマンと元悪人はまあ言い方悪いんですけど、まあ元悪人、この二人なんか切磋琢磨してるのすごく熱いですね。未来は無限の可能性があるんだものね。そうですね、いやーよかったです、この二人がなんか和解して切磋琢磨できる関係になって。今マイヤさんさまよいさんにアイコンタクトしてましたね目ざとい、すごいですね。ダメですよ、さまよいさんは誘惑禁止。え、なんでですか、もしかしてレオナさん、もしかしてレオナさん、私にとってもさまよいちゃんは大事なお友達なんだけどな。そうですよ、みんな大人、お友達です。それでもそのダメなものはダメなんです嬉しいです、嬉しいです。でもレオナさんとは良き友達でありたい、めちゃめちゃ可愛らしいですけどね、キャスタン国民なので、レオナさんはジンガさんとうまくいったらちょっと複雑な気持ちですけど、それもさもありなん。そもそもさまよいさんがフラフラしてるのがいけないんですよ。たくさんの人と仲良くしたくて何が悪いんですか。さまよいさんには大事な大事な使命があるんですからね。あ、なんかあれ
見届けるってことですか？え、何ですか？それは興味深いわね。お姉さんにも聞かせてよ。まあ、それは二人の秘密ってことで。私の視野がまた狭くならないように見張ってもらわないとなんですそうです、まあその約束はそうですね、それでした、それをしていました。でもねえ、それはマイヤーさんもしてくれますよ。だからさまよいさんは忙しいんですね、さまよいさん圧圧かけてられましたうまく会話できてました。なんかちょっとなんかでも萎縮してないよいたんですから大丈夫ですね。あー、ここはもうおっとり男性陣ですね。バランさんのところにカジさんが来るんですね。まあカジさん普通にしてたら本当に頼れる大人だと思うのでね、えバランさんも頼っていいと思いますけど、そういう形でカジさんが話しに来るのはなんかちょっと違いますね。だってここで話しても多分カジさんは普通にいい大人として会話するでしょう。カジさんとの親密度を高めなくてもいい会話してくれたと思いますが、まあ話に行きましょうか。はい、お久しぶりバランさんかもしれないです。あの重々しくも透明な雰囲気、バランさんにしか出せない空気感です。絵の話ですか、今の空気ですか？バランさん軽く引いてるじゃないですか。大げさですよあ、僕はまだ学生ですし大した絵は。バランさん嘘ついてますよ。バランさん学生でもないですよ。のさまよいさんよかったねえ、一緒に飲もう。めちゃめちゃ警戒されてるじゃないですかカジさん。さまよいさん、いいところに来ましたね。バランさんの絵の魅力を語り合いましょう。すごく嫌がられてますよカジさん。気づいてます？ずっとこんな調子で困ってたんだ。困ってるでしょう。その助けてくれると嬉しいんだけど。もちろんですマリブジンジャー、ベースはココナッツリキュールで割り剤にジンジャーエール、ガーニッシュにレモンが入っています。度数は 5% でテイストは中口。マリブをジンジャーで割ることで程よい甘さとなり、さっぱりとした味わいに仕上がりました。これ綺麗ですね。なんかココナッツリキュールはガーニッシュにレモンを入れていることが多いですね。そのココナッツのやっぱり甘みと合うんですかね、レモンのこの酸味というところが。そしてジンジャーエールのこのなんて言ったらいいんでしょう、さっぱりとしていて炭酸感、これがマッチするんでしょう。それではバランさんの素晴らしい才能に乾杯。いやもうそういうところ、バランさんが今だからカジさんは会話をしましょう。バランさんが今困っているっていうことにちゃんと気づいてあげてください。まあ乾杯はしますけど。そんな、あ、乾杯。ほら気まずいじゃないですかほらもうさまよいさんはバランさんの絵を見たことがありますか？店内に飾ってありますからね。ありますよ、もちろんです。お魚さんの絵を。さすがさまよいさん、話が早いですねバランさんの話を聞いてあげてくださいね。私は先日このステラアビスに飾られた絵を見て一目惚れしてしまったんですよ。本当ですか？本当ですか？ねえ、さまよいさんに話していた例の絵を相当に気に入ってくれたみたいで。じゃあなんか買ってください。カジさんお金持ちなんで。そしたらね、バランさんだってね、もう学校行かなくても生活していけるんで。気に入りました。なだから寝室用の絵を依頼したいんです本当に良かったじゃないですかバランさん。お噂は以前から伺っていますよ。何でも依頼も絶えないとか。ほらカジさん、もうだってね、ジンガさん、レオナさん、キャスターあたりはバランさんが嘘ついてるって分かってましたよ。カジさんはそんな分かってないってことですか？それとも分かった上で依頼が絶えないっていう皮肉を言っているってことですか？なかなかに性格悪いですよ。だとしたら、ほら、それはその誤解でね、ね、さまよいさん。そうですね、ごめんなさい、本当に気まずいですね
あれほど素晴らしい絵を描けるのに謙遜しないでくださいよ。もうでもカジさんは多分今心の底から言ってるんでしょうね。心の底からっていうか素晴らしい絵として言ってるんでしょうね。これは煽りとかではなくてもう違うんです。僕はどうしましょう、どうしましょう。うん、いや多分ですけど、ここは肯定して促してあげるっていう方向で持っていきたいです。僕はうんうん、はい、聞きますよという意味です。ありがとう、さまよいさん。はい、僕ちゃんと言うよ。うまくいったっぽいです。よかったです。あーいい、もうお酒の力借りてでもいいので。カジさんの依頼を受ける力も資格もないんですよ。カジさんも驚いてる。カジさんだけですよ分かってなかった。でも多分まあこの後ね、まあそんなん関係なく絵が気に入ったから描いてほしいんだよっていう話をして、バランさんも嬉しいって なる大団円。分けありのようですね。怖い怖い怖い。きっとさまよいさんは事情ご存知なのでしょう。知ってますよ。なんかそんな急になんか突き詰め詰め寄るみたいな、いや言い方やめてくださいよ。そんなバランさん言えないでしょそんな。さすがですね。ほーらバランさん泣いちゃった。いやヨイタも褒めるんじゃなくて、もっとバランさんのことを見てあげてください。取引で重要なのはコミュニケーション。まずはバランさんの話を聞きましょう。あ、よかったです。やっと話聞いてくれるっぽいですね。そうですよね。今まで本当に前まではちゃんとコミュニケーションできてたと思うんですけどね。きちんと受け止めますので私にも事情を話してみてください。まあそれは多分できると思います。なんかカジさんは誰かのことを悪く言うとかそういうことはまあまず多分しないとは思うので、うん、その点だけは信頼してます。さまよいさんも今日はとことん付き合ってくれるようですね。もちろんです。バランさんのためにちょっとカジさんが怖いので。ありがとうカジさん。さまよいさん、はい、事情を正直に話さなきゃだよね。まあカジさんは大丈夫だと思いますよ。責めたりなんか、うん、しない人なので。無理はなさらなくて結構ですよ。バランさんのペースで構いません。こういうところは尊敬できるんですけどね。言いたくないことは言わなくてもいい。そうです。ステラアビスとはそういう場所です。もうそうだと思います。あ、もうそれに関しては本当にそうなんですけどね。もっともそう考えるようになったのはさまよいさんの影響ですけどね。まあちょっと偏ってるんですけどね。ええ、そんな優しい場所だから僕も入り浸ってきました。でもバランさんはすごいですよ。そこから成長をしているので。でもいつまでもその優しさに甘えてばかりもいられない。うん、素晴らしいです。成長が感じられる。カルーアトニック、ベースはコーヒーリキュールで、割り剤はトニックウォーターです。度数は 5%、 テイストは中口で、甘みが特徴のカルーアを苦味と爽快感が特徴のトニックウォーターで割ることで、甘みと苦味をバランスよく感じられる程よい喉越し良いカクテルとなりました。あ、これいいですね。そのコーヒーリキュールを飲みやすく、割りましたっていうことですよね。あー、なるほど。純粋にコーヒーリキュールもなんか楽しみたいなら、その何でしょう、味とかオレンジジュースとかでね、別のもので割ってしまうと味も変わってしまいますけど、そのコーヒーリキュールの味を楽しみたい、ただこう軽めに割りたいで、そのなんか水割りとかロックではなくてっていうところでいくトニックウォーターですかね。ほん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 、ちょっとまずコーヒーリキュール飲むときに飲んでみたいですね。あ、炭酸か、飲めない。さまよいさん、溜めましたね。カジさんに真実を伝えようと思います。頑張ってください。大丈夫です。カジさんは今待ってくれてるので大丈夫ですよ。ゆっくりゆっくり話していきましょう、うん、これは僕が言わなきゃいけないことなんだ。そうですね、頑張りましょう。いや、もっと少な、聞いてください。はい、カジさん、はい、僕はずっと嘘をついてきました。はい、そうですね。ちょ、無理して飲みます。売れっ子の画家どころか芸大生ですらない。
ただの素人なんです。そうなんですよ。ええ、知っていました？知ってたんかい。いい、いや、え、あれ、あ、え、依頼が絶えないっていうところは知ってないってことですか？ん、ん、どういうことだ。なんかさっき、まあ素晴らしい、絵が素晴らしいとは、まあカジさんが心から思っているっていうことですよね。まあ知っていましたよは言い過ぎじゃないですかって感じですけど、でも依頼が絶えないはじゃあ煽って言ってたんですか？え、どういうこと？じゃあそこだけ気になるんですけど。そんなバレて、まあ割とバレバレっぽかったんでね、それは。将来有望な画家にしてはバランさんはおどおどしすぎなので。いや別におどおどするのはいいでしょう。おどおどしてる有望な画家だっているでしょう。誰かに愛されたくて仕方がないのに自分に自信が持てないのでしょう。バランさんも苦笑い。もう辛い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 ですよね。え、さまよいさんに救われる前の私によく似ていたからバレバレでしたよ。今、まあ確かにあのヨイタンと話した後のカジさんとバランさんはもうまるで別人ですけどね。確かに、うん、さまよいさん、カジさんまで救ってたの？まあ救えてはないです。カジさんに関してはまるで救えてないです。カジさんがなんか思考を変えたっていうだけで、ちょっとなんかうまいこと言ってない気がしますけど、バランさんの嘘など可愛いくらいひどかったですよね、さまよいさん。今なおひどいっていう意味で肯定しておきましょう。はい、これは手厳しい。でもそう言ってくれるのもさまよいさんの素敵なところだと思いますよ。ありがとうございます。なんか素直にそれは受け取れるんですけど、なんか裏の意味があると思うとちょっとなんか受け取れないんですよね。受け取りにくいんですよね。あら、バランさんも気持ちよさそう。気になるけど聞くのが怖いな。そうですよね。まあカジさんは聞かなくてもいいかなって感じです。私はあなたの肩書きではなく絵に惚れ込んだんですよ。もう本当にいい人ですね。だからバランさんが何者であろうともあなたの絵が欲しい気持ちは揺らぎません。いい人です。カジさん、僕なんかの絵をありがとうございます。嬉しいですね。まあ違うと思いますけど、呼び捨てにしようとしたんですか？違いますね。まあ、あの言葉が詰まってしまったんですね。そうですね。僕なんかの絵と謙遜する行為は評価した私の感性の否定と同義ですよ。あ、いや、いいたしなめ方ですね。素晴らしいと思います。絵は素晴らしいですよ。でその絵をなんか謙遜することはあの私の感性を否定することになるので、自分の絵に自信を持ってくださいって言いたいんだと思いますけど、ちょっと言い方強いですよ。ちょっと言い方強いですよ。そうか、すみません。もう謙遜したりしません。はい、いいと思います。マスターもそれを認めてね、飾ってくれてるんですからね、嬉しい話ですよ。絵を悪くは言わないでください。さまよいさん、まだ一緒にお酒を飲んでくれるんだね。当たり前じゃないですか。ありがとう。君と一緒にいると胸の苦しさが軽くなっていくよ。よかったです。それはよかったです。焼けるな。さまよいさんって私に負けず好色ですよね。そんなことありませんよ。いや、あのカジさんは友情っていうものを覚えてほしいんですよね。早いところまずはそこが大事。冗談ですよ。バランさんに元気が出たなら安心しました。冗談に聞こえないから怖いんですよ。カジさん、心配をかけてしまってごめんなさい。いや、もうまあカジさんは最初から嘘だって分かっててたしなめてただけなんで大丈夫ですよ。おかげさまで心が少し晴れました。あ、よかったです。自分の絵に誇りを持っていけそうです。それに関しては本当にカジさんに感謝しましょう。それはよかった。一ファンとして何より喜ばしいことです。よかったです。絵の交渉を始めましょうか。美味しいお酒で喉を潤しながら
ね。そうですね、どんな絵ですかね、描いてほしいの。その梶さん側からこういう絵を描いてほしい、こういう絵が寝室に飾りたいっていうのか、それとも本当に丸々投げてバランさんに描いてもらうのか、まあ、サイズとかも含めてちょっとそういう話、まあ興味ありますね。カルーアウーロン、ベースはコーヒーリキュールで、割り材はレモンジュースとウーロン茶です。度数は 5% でテイストは甘口。カルーアとウーロン茶を混ぜ合わせることでエスニックな紅茶風味となります。ほうほうほう、そうなんですね。カルーアは多分コーヒーリキュールのことですね。レモンジュースも入ってるんですね。紅茶風味になるんですね。なんか紅茶リキュールではないですけど、ウーロン茶とコーヒーで紅茶みたいになるんですね。それプラスレモンジュースですか。なんか何かと何かを掛け合わせたらウニだかメロンの味になるみたいな、そういうことですか。じゃあ紅茶リキュールで良いのでは。実際のコーヒー、そのリキュールじゃなくてコーヒー、レモンジュース、ウーロン茶でもなるんですかね。いやちょっとあんまり試してみたいと思わないですけど、どんな味がするか飲んでみたいですね。本当に紅茶風味なのか。カジさんにはお世話になったし、絵の1枚くらいなら無料で描きますよ。あ、それも多分カジさんは良くない、良くないっていうか、まあ別にそれはそのバランさんの行為はいいと思いますけど、カジさん的にはまあそれは良くないと。絵が欲しいと言っていて、それには価値があるのだから、その価値に対してお金を払いたいという人だと思います。カジさんは資金にも余裕がありますしね。多分そうなんじゃないですか。いいえ、そうですよね。それはいけません。努力には相応の対価を支払うべきです。そういうところは本当にカジさんいいなって思います。その代わり、私がずっと欲しかった理想の絵画を描いていただけますか。何を求めるんですか。ちょっと怖いですけど、はい、理想の絵画。さまよいさん、不安だけど引き受けていいのかな。こっちに聞きます。自分で決めてくださいバランさん。いや、よいたんに聞いたら否定ですよ。ちょっと確かに不安というかなんというか、ちょっとカジさんが怖いのでやめといた方がいいですよって言いたくなりますけど、まあまあまあ、よいたんは肯定するでしょうね。いいですよと。さまよいさんは無関係でしょ。いや、そうですよ。ほら、私から目をそらせない。そういうところがちょっと怖いんですって。言い方、目をそらお酒飲んで目そらしてますよ。寝室に飾る絵画と来たら題材は決まっています。いや、これ気になるんですよね。何を描いてほしいんですか。私を知り尽くしたさまよいさんならもうお分かりですね。え、なんか言ってましたっけ。ピアノの話、寝るときは何かがないと寝れないとかいう話してましたっけ。あれ、カルーアミルクが好き。え、なんでしょう。これでヨイタンの絵を描いてくれとか言われたらちょっと怖いですけど。そう、肉体美だ。肉体美を題材とする以外ありえない。カジさんのテーマ流れ始めた。怖いですって。ほら、だ、そういうところですってば。肉体美寝室で、それはどうなんですかね。どう答えた、どうなんですかねに対してどう答えたらいいんですか。こっちはイエー、難しい、まあ、肯定しときましょう。もう何にも分かんない。ほら、話し相手は私ですよ。怖いですって。カジさん怖いですって。ほら、こっち向いてって言われてお酒も飲んじゃう。わかりやすく言えば、ね、ドーダンのように人間の肉体美を描いてほしいんですよ。要するにラフというか、そういうことですよね多分。肉体美はわかりますけど、寝室ならもっと風景とかの方が。ほら、バランさん動揺してるじゃないですか。感性が違うようですよ。さまよいさんも肉体美じゃなくてもっと落ち着ける絵の方が
いいと思わない？そうですね、睡眠に睡眠を取るところなので寝室はそう思います。もうカジさんの目が死んでる何を言っているんだこいつはみたいな目してますもん。いやもうその方がいいに決まってます。やっぱり変ですよ。変はちょっと言い過ぎですよね。もっと別の課題にした方が。変はちょっと言い過ぎ、あの感性は人それぞれなんでそういうこともあると思います。迷うならバランさんの自画像というのはどうでしょうか。嫌でしょバランさんからして寝室に自分の自画像を飾られるのどう思うと思うんですか。え、嫌ですよ寝室に僕の自画像なんて恥ずかしすぎます。ですよね、ですよね、そりゃそうですよね、そうなりますよね。僕の専門は日本画なので自然物でお願いできませんか。あ、専門家は違うようですよ。残念でしたね、描いてほしかったですけど肉体美を。ならアルチンボルドのように自然物を組み合わせた肉体美の絵で頼むよ。譲らねえ全然譲らないじゃないですかちょっとわかんないですけどアルチンボルトさん、すいません額がなくて。まあでもあれですかね、何かこう例えば果物とかを組み合わせて人を形で作っているみたいな、そういうことですかね。どうなんでしょう。どうして肉体美にこだわるんですかそうですね、さまよいさん助けて。ごめんなさい、何もできなくて。もうカジさんとはじゃあヨイタンが飲んでるんでバランさんは帰って大丈夫ですよ。え、いやいやいや、どう見ても成功してるとは。カジさんって本当は怖い人だったんですね。はい、そうです。バランさんはなんか自分で嘘をつくのがで精一杯だったっぽいので、あんまり周りにそんな興味を持っていなかったのかなと思います。だから周りの人の嘘とかには多分あんまりそんな気づいてなかったんじゃないかなと思いますねバランさんと同じく素直になっただけなのに悲しいですね。まあ悲しいですね、変とか言われたらそれはちょっと悲しいですね。ただ感性が違う人がいるっていうのは理解してください。カジさん、画題は後から決めるとして先に報酬を決めておきましょういや譲ってくださいよ任せてください、風景画がいいって言ってるんでまあでも報酬は何ですか。じゃあ僕は無報酬でも書くつもりなのでカジさんの好きな額でお願いします。なんでしょうね、何が報酬になるんでしょう。好きな額、はい、じゃあ100万円でいいですかぶっ飛んでる、いいいいです。いやいや足りないですね、足りないですね、あとゼロ1個増やしましょう。いや僕は素人ですからもっと考えてください。いやまあ素人とか関係ないですよ、100万で買ってくれるって言ってるんですから、まあそれだけの価値があるよって言ってくれたんで、あのここは謙遜よりも喜びましょう。謙遜するのは違うって言われてました。自分の理想の絵を描いてもらえるのだから100万でも安いくらいですよ絶対肉体美描かせようとするじゃないですか。ちょっと考える時間もください、価値観が違いすぎてクラクラします。そうですね、それはちょっと私のような人間が正直すぎるのもいささか問題ありかもしれませんねそうですね、でもいつかあのカジさんにはその自分を変える我慢するっていうよりはそのままのカジさんを受け入れてくれる人が見つかるといいですねって思います。では私はお先に失礼します。二人ともまた一緒に飲みましょう。まあぜひ楽しいというか、まあまあ楽しいのでぜひまた。さまよいさん今日はありがとう君がいなかったら途中で逃げてたよ。そうですよね、そうだと思いますまあまあまあ頑張りましたねバランさん。カジさんが好意で言ってくれているのはわかるからちゃんと考えてみる。いやバランさんもいい人なんですよ結局、あの見栄を張らなければ本当にいい人なんです頑張らなきゃね。じゃあおやすみなさい、さまよいさん。その頑張り変な方向に頑張らなくていいですからね、無理せずおやすみなさい上手くできてましたかね。ではキルカさんお話ししましょう。こんばんは、さまよい。こんばんは。最近の調子はどう？もうなんか、まあ、
そうですね、考えることもほとんどなくなったので本当に楽しいですよ。カジさんだけが唯一ネックというか、まあありますけど。私からそんなことを聞くなんてって驚いてる。いや確かにあんまり周りに興味なかったですもんね。私だって少しは人付き合いを学んでるんだから気遣いくらいするわ。偉いですね、すごく偉いですね。今私なら天気の話題とか無意味な雑談だってこなしてみる。得意気に言ってるのちょっと面白い。まだまだ勉強中だけど、だからさまよいにも教わらなきゃね。でも好きですよ、天気の話題とか無意味な雑談、そういうのが本当に大切なんだと思います。まずはお酒の注文をしないと。はい、一緒に頼みましょう。はい、そうしましょう。カルーアジンジャーレモン、ベーサーコーヒーリキュールで割り材はジンジャーエールレモンジュースガーニッシュにレモンです。度数は 5% でテイストは甘口、カルーアの甘み、ジンジャーエールの辛み、レモンジュースの酸味のバランスが取れており爽快感と飲み応えが際立っています。これいいですね。そのコーヒーリキュールの黒とレモンジュースの黄色がちょっとグラデーションも綺麗になっていますし、やっぱりこの入っているものそれぞれの何でしょう、味がバランスが取れていてっていうところがすごく魅力的ですね。いいカクテルです。あなたとの時間に乾杯。めっちゃ嬉しいこと言ってくれますね。そうですね、キルカさんとの時間に乾杯です。今のはちょっとさすがに柄じゃなかったから。あー、いろいろ勉強してるんですね、偉いと思いますよ。いやまあでも言われたらすごく嬉しいです。マイヤさんが言っていたから真似してみたけどもう言わないわ。いやまた言ってくれたら嬉しいですけどね。全然いいと思いますよ。迷いも私のキャラじゃないって思ったんじゃない。そんなことそんなことない、まあうん、いや普通に嬉しかったです。いいのよ、自覚あるから。どうせ私はネクラで陰気だわ。そんなこと言ってない。どんどん勝手に行かないでください。少しは人付き合いにも慣れてきたと思うけど、やっぱりまだまだだし。もうそんなことないと思いますよ。全然カジさんより人付き合いうまいと思います。そういえばそろそろあれですかね、これもしかしてキルカさんの本名ターンですかね。わかんないですけど。でもそういう機会を持つようには努力してるの。本当に頑張ってて偉いと思います。ステラアビスだけじゃなくて、お大学でも以前よりは人と話すようになったのよ。偉いですね。もう校庭でいいか分かんないですけどいいですね。偉いでしょう。得意気なキルカさん、かわいい。偉いです、もう間違いなく偉いです。あーちょっと飲もうか迷ったんですよね。一緒に飲み切りたかったです。大学では名字で呼ばれているからたまに混乱するわ。やっぱり名前のターンでしたね。なんて名字なんでしょう。その名字はだってアクアさん、マスターも同じ名字ですもんね。なんて呼ばれてるんですか。どうなんでしょう。そういえばさまよいには私の本名をまだ伝えてなかったかしら。まあ伝えてはないですし、でも別に全然大丈夫ですよ。その辺に関しては本名を伝えなくてもいいと思ってます。そうよね、あなたには知っておいてほしいから。それは嬉しいです。そう言ってくれるのは嬉しいのでぜひ聞きましょう。輝くように流れる歌で聞いて切るか。かっこよ。まだ当て時間すごいですけど、でもなんかでも理由があるんですかね。輝く、まあまあまあ輝くように流れる歌、いやかっこいいですね。え、かっこよ、センスバリバリ。ちょ、アクアさんの名前気になりますけど。狭間キルカ。はあ、それが私の本名よ。狭間、うわー、じゃあ狭間アクアさんですか。うわ、まあ確かになんというか狭間にいますからね。宵の世界との狭間にいたり、なんか兄弟の狭間にいたり、そうやって考えるとすごく名前通りのなんというか人生を送っていますね。ちょっとキラキラネームみたいって思わなかった。全然そんなことないですよ。かっこいい名前だなって思いましたよ。そう、あまり言われることないからありがとう。いやいやいや、全然全然。正直少し恥ずかしいのよね。
音の響きは気に入ってるんだけど。いや本当にかっこいいと思いますよ。ちなみに姉さんはアコギの兄、はい、久しい愛でアクアよ。こっちは当て字っぽいですね。だってさっきは輝くように流れる歌っていう説明ができましたけど、アコギの兄久しい愛はさすがに当て字でしょうね。姉さんよりはマシかしら。そうですね、姉さんもなかなかのキラキラネームよね。姉さんはキラキラネームですね。うちの両親ってネーミングセンスがいまいちだったのかも。まあ、アクアさんはそうかもしれないですけど、キルカさんはかっこいいですよ。正直いいと思いますよ。ありだと思います。姉さんの名前も響きはすごく綺麗なのに、漢字にすると大げさでしょ大げさというか、漢字にしたら当て字だなって思います。キルカさんのは漢字にしても当て字じゃないかもしれないと思うんで、いい名前だと思いますよ。物語の中の登場人物みたいな、そんな名前じゃない。まるでそんな名前ですね。でも知ってます、早乙女さんの本名。あ、言いふらすのは良くないですね、すいません失礼しました。響きは好きだからいいけどね。そうですね、いいことだと思います。もうすぐグラスが開くわ。そうですね、私はまだ飲むつもりだけど、ご一緒してもよろしいですか。さまよいも付き合ってくれる。はい、姉さんの話を聞いてほしい。もうたくさん聞きますよ。そうですよね、今お二人で暮らしてるんですもんね。これまで話してきた通り、姉さんは本当にすごい人だったの。自慢タイム入りましたね。あ、もう全然聞きますよ。完璧超人ね、それこそ物語の主人公みたいな。まあ聞く限り、まあでもちょっとその本当に交通事故がなければって思いますね。姉さんの武勇伝興味ある。本当驚くようなことばかりよ。ここ皇帝以外したらもう多分地の底まで好感度落ちるんでしょうね戻されてるようにしか感じられない。もちろんです。何から話そうかしら。そうですね、いっぱいあるんだと思います。同じタイミングで飲めました、よかったです。例えば、そうね、私、姉さんが勉強してる姿ってほとんど見たことないの。ほう。なのに、いっつもテストの成績は1位だったのよね。すごいでしょ。すごいですね。それがなんかその陰で努力していたのであればまあ偉いですし、その勉強しないで1位だったとしたら引くぐらいすごいですね。授業で一度聞いたら覚えるんですって。もはや生まれ持った才能でしょ後者でした。まあすごいですけど、でもなんかすごいなと思うだけで羨ましいとはあまり思わないというか、なんかあの、あ、そうなんだって思いますね。そうそう、いや本当にそれはすごいです ね、 ね、単純に。天は二物を与えずなんて、あんなの昔の人が考えた大嘘だわそれはまあまあまあ大嘘っていうか思い込みというか、まあそう、嘘ではない。あの昔の人はそれが本当だと思って言っているんですから、あの勘違いですかね。嘘とは言わないであげてください。優しくて賢くて美人で、話もウィットに飛んで面白くちょっとちょっと言い過ぎてるわ。二物どころか三物も四物も天からのギフトをもらってるじゃない。まあまあまあ、あのかなりひいき目入ってると思いますよ。姉さんはきっと神様に特別愛されて生まれてきたんでしょうねまあキルカさんも結構大丈夫です、愛されてますよ。そうでも考えなきゃ納得できないわ。モテっぷりだって規格外だしそうなんですね。まあまあまあ、羽生さん、早乙女さんと仲良かったとは思いますけど、まあ、今はバーの、ね、マスターとして働いてると思いますよ。男性からも女性からも告白が絶えなくて、よく返事に困っていたものよモテモテ、それはすごいですね。そんな魅力的だったんですね。だったではない、魅力的なんですね。なんかあんまり想像ができない。キルカさんとそんな変わんないと思いますよ。じゃあキルカさんだって男性からも女性からも告白絶えないでしょう。それでね、
姉さんについて正直に話したいことがあるの。もう割と聞いてると思いますけど、これ以上何があるんですか？聞かせてください。そのまま聞いていて全然、はいはい、了解です。はい、聞いてます。覚悟を持って聞かなければいけない。ずっと嫉妬していたの。知ってます。私が持たないものを全て持った姉さんに、それに何より、あ、この先ですか？はい、何より私と違って純粋に姉さんのファンでいられる取り巻きの連中にもね。あー、なるほど。いや、そのまま聞いていてって言われたんですから、お酒進めないでくださいよ。もうそのまま聞き続けましょう。でも多分そのあれですね、あのお姉さんのことを好きだけど、なんかどうしても嫉妬してしまう、その心が嫌だって思っているので、まあ何も考えずお姉さんのこと好きでいられる人たちもちょっと羨ましいと思ってしまうという話だと思います。お酒進めたら酒ないと聞けないみたいになりません？大丈夫ですか？お酒進めて大丈夫ですか？私が妹じゃなかったら、見てなかったみたいですよ。もっと姉さんを純粋な気持ちで慕えていたと思うわ。いや、でもやっぱり、まあ、まあまあまあ、それはそうかもしれないですけど、妹だからこそ見えるところもあると思いますよ。心から姉さんを慕っていても劣等感を拭えないなんて、妹って面倒ね。まあ仕方ない、それは仕方ないです。で妹だからこそ私は姉さんにとって特別な存在のわけで。そうですよ。複雑。いやー、そうですね。気色悪い話をしてごめんなさい。いや、全然気色悪くないですよ。飲みすぎている自覚はあるわ。いや、まだ2杯目ですが。姉さんのことを話せるのはさまよいだけだから。早乙女さんとか。もう少し聞いてちょうだい。はい、聞きましょう。改めて、どうですか、姉に嫉妬する妹って珍しい話でもないわよね。そう思います、そう思います。それはさておき、それベルモットカシスじゃないですか。いや、若干濃さが違う、ちょっとわかんないですね。まあでも似たようなカクテル飲めてよかったです。優秀すぎる姉と比べられて育ったらきっと誰だってそうなるでしょう。まあ、なると思います。それはそうなると思います。それでもお姉さんのこと好きでいられるのが素晴らしいですよ。そうなっても仕方がなかったのかもね。仕方なかったと思います。あ、今飲めたな。両親の期待を一身に背負う姉さんが、私はただただ羨ましかったの。まあお姉さんも大変だったとはもちろん思いますけどね。でも羨ましいですよね。どんな気持ちでいるのか考えもせずにね。まあなかなか想像できないですよ、妹の立場からでは。難しいです。おい、お、結構なペースでいきますね。大丈夫ですか？姉さんがバーテンダーになりたいと言い始めた時は驚いたわ。ほう、そうなんですか？姉さんなら大手の会社だって狙えるのに、バーテンダーになる意味がわからない。それは意味はあるでしょう。あのカクテルが好き、人の憩いの場が好きとかそういうのじゃないですか。いや、全然そのなんでしょう、能力とは関係なくやりたいことをやるのが一番だと思いますよ、正直。まあ、それが辛い道であってもやりたいことをやるのがいいと思います。あなただって私と同じ立場だったらそう思ったんじゃない？これ完全否定なんですけどね。あの全然あのお姉さん応援派なんですけどね。まあキルカさんの好感度はめっちゃこびてる、めっちゃこびていきましょう。ここは仕方ない。まあそうですね、そう思います。話を合わせてくれたんでしょう。あ、分かりました。あなただったら違ったかもね。はい、違います、ごめんなさい。違いますね。まあ、全力で応援します。期待に応え続けてきた姉さんの意外な言葉に家族全員が混乱したものよ。まあそっちの方に進むと思っていたら混乱するかもしれません。話した通りパパとママは猛反対。私も姉さんを後押しできなかった。アクアさん大変でしたね、それは。でも姉さんの目を見た時、本気で夢を叶えたいんだと分かったの。
それは素晴らしい力ですね、目を見てわかるのは。でもそれだけ覚悟が決まった目だったんですね。それでどうしたんですか？私だったらそんなことできないわ。すごいと思わない？まあすごいと思わないには肯定、まあまあまあ偉いというか、なんかまあそれがいいと思いますよという意味です。でもそれは別にその特別すごいことではないですし、キルカさんにもできると思いますよ。大丈夫です、できますよ。そう思ったら全てに否定なんですけどね、完全にすごいですね、お姉さんすごいですね姉さんはすごいのよ。そんな姉さんを私は愛している。結局愛してる。どうしたんですか？私も姉さんの夢を応援できなくて諦めさせてしまったけど間違いだった。そうですね、まあでも今結果として今を見ましょう。まあ過去を振り返っても、まあ、それも大切かもしれないですけどね。でも今マスターはね、マスターできてるので。いつも姉さんが私をかばってくれたように私も姉さんをかばうべきだったの。まあべきっていう行動理念はやっぱりちょっと好まないので、マイヤさんのようにね、かばいたかったとかそういうなんとかしたいで行動しましょうよ。あなたが気づかせてくれた通り姉さんは私のかけがえのない人だから。そうですね、だからこれからね、全力で応援していきましょう。ねえ、今一緒に暮らしてるんですし大丈夫ですよ。姉さんがバーテンダーになるって宣言したのは今の私の年くらいの時よ。あー、まあでもこれからの職業を考える時って考えたら確かに、あーでもそれぐらいなんですかね。それに比べて私はそこまで熱中するものにはまだ出会えてない。まあまだっていうところですから大丈夫だと思いますよ。それに別に必ずしも出会わなければいけないってこともないと思いますしね。ないのであればそれはないでいいんだと思います。ダメだわ、どうしても姉さんと比べてしまう。まあ身近にいると比べてしまいますよね。やっぱり姉さんはすごい、さまよいもそう思うでしょう。でもキルカさんもすごいですよ。多分キルカさんにとって熱中できるものってお姉さんなんだと思います。そういう点では仕事ではないですけどね。ここでバイトでもしたらどうですか？私もいつかは姉さんみたいに夢中になれることに出会えるかしら。そういえば全然確か会話失敗してますけど、キルカさんとバランさんが話してますよね。それも本の話だったと思います。キルカさん作家にでもなりませんか？どうでしょう？言っておくけど本があるとか軽々しく言わないでちょうだいね。ごめんなさい、すいませんでした本当にごめんなさい。読んで私が一方的に楽しむのは夢とは言わない。まあだから今享受するばかりなので、それを何か発信する方向性に持っていけたら、本を書くのは違うのであれば、まあ感想として、まあ評論家もなんかちょっと違うような気がしますけどね。もうなんかそういうところ、編集とかそういうところはどうですか？かといって私が作家になるとか無理よ、無理無理、おこがましいわ。おこがましくはないです。自分がでもそれは違うなと思うのであればいいですけど、おこがましい、やりたいけどとてもできないだろうであれば諦めるのはまだ早いと思いますよ。今のは聞かなかったことにして、まだそこまで自信を持てないから。まだ、じゃあもしかしたら書いてるかもしれないですね、うん、今ので一気にお酒が回った気がするそうですね、顔が熱くてふわふわするもの。ちょっと今頭に血上っちゃいましたもんね。見られたら心配されちゃう。ああ、そうですね、早く帰りましょう。でも帰ってもお姉さんがいるから幸せですね。姉さんに見つかる前に私は帰るわ。少し酔いも覚ましてから寝たいし。そうですね、お姉さんと一緒に暮らしている家に帰りましょう。私が夢を見つけられるようにこれからも協力してくれる。もちろんですよ頼りにしてるわよ、さまよい。ありがとうございます。これはうまく会話できたと思います。そこですか。
か赤字さんのところにはジンガさん、まあ確かに組み合わせ的にはもうそこでしたけど、どんな話するんですか。ちょっともう赤字さんとの会話全部怖いな。ちょっとジンガさんよろしくお願いします。ジンガさんよろしくお願いします。うまく会話しましょうね。さあ頑張りましょう。さまよいさんじゃん。元気そうなジンガさんでよかったです。お久しぶりです。さまよいさんですよ。さまよいさん、よかったらご一緒しませんか。まだ普通のカジさんです。いいですよ。いいですね。みんなで飲む方が楽しいですもんね。はい、そうしましょう。ほら早くメニューっと。すぐ頼みますよ。ジンガさん側につきましょう。全力でジンバカ頼みます。はい、グラス持って。それじゃ乾杯。もうノリノリですね。はい、乾杯していきましょう。あ、美味しい。でさでさ、はい、さまよいさん、俺気になってることはあるんだけど。あ、もうノリノリですね。ジンガさん、何ですか。なんか変わったと思わね。俺絶対彼女ができたんだと思う。止められる。絶対止められる。もう先ほどから何度も違うと言っているでしょう。違うらしいですよ。でも変わったように見えるっぽいですよ。カジさん、よかったですね。私には恋人などいないですよね、さまよいさん。そんなん知らないですよ。そんなんカジさんに恋人がいないとか知らないです。ジンガ君、証人が現れました。これで私の潔白を信じてくれますね。なんか今のところでも今日のカジさんは全然大丈夫ですね。ああ、さまよいさんがフォローするなら俺の勘違いだったかな。すごい信頼。良いタンがまあ知っているとは限らないですけど、まあそうですかね。でもなんか変わったようですよ、カジさん。良かったですね。でもこれまでのカジさんってなんか壁があるっていうかさ。もうジンガさんは本当にちゃんと人見てますよね。自分も辛い状態でも全然心開いてくんなかったじゃん。今でもそうですよ、割と。それはまずいことをしたね。面目ない。今も割と、まあでもいい感じですけどね。その件について彼女云々は関係なく考えを改めたんだ。はい。いや、まあカジさん普通に会話している分にはいいんですけど、思想の話をし始めるとちょっと危ういのでね。いや、そんな謝んなくても。そもそも俺も人のこと言えねえし。まあまあ、ジンガさんの方が全然可愛いもんですよ。だけど彼女じゃなきゃなんだろう。やっぱ知りてえ。知りてえですね。知らない方がいいかもしれないですけど。さまよいさんは何か知ってるの。バチクソ。めっちゃ知ってます。まあさまよいさんは関係者だからね。なんで今ので下がったんですか。そうだね。あ、会話失敗しました。さまよいさんにお仕置きされて心を入れ替えたってところかな。そうですね。さまよいさんが嘘じゃん。カジさん何やらかしたの。ねえ、本当に何やらかしたの。まあ失敗しました。おかしいな。さまよいさん、まあいろいろとですけど、あれ、他の時以上に全然なんかここは皇帝でしょうって結構自信持って言ったんですけどね。え、じゃあどうしたら。もうこんな時間ですか。あなたといると一瞬だ。いや本当に一瞬でした。また調子に乗って失敗しないうちに私は退散させていただきます、ね、あ、よかったですね。ジンガさん楽しく飲みましょう。じゃあまたあなたに嫌われてしまったら私は生きていけません。いや重いんですって。ではおやすみなさい。さまよいさん、またお会いできる夜を楽しみにしています。まあ近々会いますよ。なんでキルカさんのバランさんとの会話がうまくいっていないのでそこ行きましょう。はい、キルカさんとバランさん、すみません、バランさんを召喚します。あなたも何か。はい、頼ませていただきます。いや、ここなんですけど、いや前回確か肯定して知らなくて好感度下がったと思うんですよ。でもまだ本のタイトルすら聞いていないのに、いや知っているよっていうのはちょっと違うような気もします。ということは疑問が正しいのではと思いつつ否定しましょう。多分否定でいいでしょう。なんで、あれ否定したんでしたっけ。前回と同じ道を歩んでしまいました。肯定ですかね。おそらくマイヤさんの本名が知れるんじゃないかと思って話しに来ましたよ。あら、さまよいちゃん、こんばんは。最近の調子はどうかしら。まあ、もうノリノリです。私の方は最
最近忙しくてちょっと疲れた顔してるかも。大変ですよね。まあ配信があったりとか、まあ、動画作ったりとか。せっかく一緒に飲めるんだから。そうですね。そのお金はどこから？元話したいことも溜まってきたし、ゆっくり飲みましょう。はい、そうしましょうか。さて、まずは飲みましょう。乾杯。はい、乾杯。さて、動画作りの話ですか？また早乙女さんと父のこととかいろいろ話してきたのよ。はいはいはい。早乙女さん、だらしなく見えるけれど相変わらず頼りになる人よね。いや、だらしなく見えないですよ。頼りになる人ですよ、ちゃんと。彼はああ見えて面倒見がいいのよ。根が優しいんでしょうね。そうですね、優しいです。とても。父がステージで倒れた時に現場に駆けつけてくれた刑事さん。はい。またこうして会うなんて驚きでしょ。もうそれに関しては本当にびっくりしましたね。ね。不思議な縁ってあるものね。まさかここで出会うなんて。でも嬉しいですね、ステレアビスで会えて。あ、飲み切りました。もうちょっとゆっくり飲んでもいいでしょう。私いろいろ思い出しちゃって。何をでしょう。当時は何をどうすればいいかわからなくてパニックだったなとか。そうですよね。お父さんの名前とか死んじゃうかもしれないって不安で泣きじゃくってたなとか。まあそりゃそうですよ、そりゃそうですよね。結局お父さんがどうしてそうなったのかっていうのはまだ知らないですよね。はあ、またこんな話しちゃった。最近の私、暗い話題ばっかりしてるわね。全然そんなことないですよ、またね、うん、でもまあ、やっぱり心機臭いわよね。ごめんね、こんな話聞かせて。全然マイヤさんと話すの楽しくお話できるので心機臭い話ばかりと思ってないですよ。謝らないでください。とにかく、そんな時に優しくしてくれたのが早乙女さんだったってこと。でも結構なんかいやだ、あんな男に捕まるくらいならとか言いましたけどね。ハンカチを渡してくれて、落ち着くまでそばにいてくれて。普通に優しい。今の早乙女さんしか知らないと想像できないかしら。全然そんなことないですよっていう意味の否定ですよ。あ、よかったです。さまよいちゃんは早乙女さんのこともちゃんと見てるのね。めっちゃいい人ですから、早乙女さん。本当に優しかったのよ。はいはい。なんでしょう。え、やっぱ早乙女さんといい感じになります。マイヤさんすごくいいですね。それは昔の早乙女さんは今とはだいぶ印象が違うかもしれないわね。なんか映像的なの見せてくれません？どんなだったかっていうと、ちょ、写真とかないですか？グラス、そろそろからね。先に何か頼みましょうか。マイヤさんはこうして話を散らす。乙女さんの秘密はお酒が来てからゆっくり教えてあげるわ。はい、教えてもらいましょう。でも今回教えてもらえるのは、はい、乾杯。あ、はい、乾杯しましょう。マイヤさんの秘密というか本名だと思ってるんですけどね、違いますかね？そう、早乙女さんの昔の話だったわね。そうですね。昔の早乙女さんはいつもスーツをピシッと真面目に着てたのよ。笑ってみましょう。そんなまさかみたいな。正直言っちゃ悪いけど本当に似合わないって感じよね。いや、本当に悪いですね。嘘みたいだけど本当なのよ。キリッとしてて子供心に憧れたくらい。だ、似合ってたんですかね。それが今じゃチンピラ同然の格好だもん ね。上下ガラガラでね、チンピラみたいな服ですもんね。さまよいちゃんも今の早乙女さんを見てすぐに刑事だってわからなかったでしょ。まあ、風貌ではそうは思わなかったですけど、まあ、話し方とか話してる内容から割とすぐ警察でした。残念ながら。まあでも風貌ではちょっと、まあ確かに何でしょう、ギャンブラーって言われたら、あ、ギャンブラーかなって思います。彼が私の恩人だって
気がつけなかったのも仕方ないでしょ。あ、最初気づけなかったんですね。まあ話してみればあの頃と同じでお人よしの優しいところは一緒だったけどそれに佇まいがとてもダンディーよね。私は全然タイプじゃないけど。いや、タイプでしょ。もうそこまで言ったら多分好きでしょ。いや好きでしょ。告白しましょう余計なお世話ですかね。否定じゃなくてここは肯定しておきましょう。あ、うん、私のタイプについては早乙女さんには内緒ね。え、タイプだからですか。え、早乙女さんに対してマヤさん、早乙女さんはタイプじゃないみたいですよって言わないでくださいってことですよね。任せてください。今思えばあの時の早乙女さんの優しさがあったからベタポレじゃないですか。だから辛いことばかりの毎日の中でも頑張れたのかもしれないわ。めっちゃ好きでしょまあ過去のね、そのなんでしょう、過去の早乙女さんがめっちゃ好きですか、ね。私さっきから恥ずかしい告白をしていない。してます。まあでも気にしないでください。大丈夫ですよ、全然気にしないです。昔の自分のこととか以前なら絶対話せなかったようなことよね。そうですね、ちょっと隠してることたくさんあったんで以前は絶対言わなかったでしょうね。何も隠せないってことなのかしら。いや別に何も促してない、ただ話してくれてるだけですよ。まあでもまあ嬉しいですけどね、話してくれて。とことん話すしかないわよね。はい、じゃあとことん話しますか。というわけでもう少しいいかしら。付き合ってくれるでしょ。もちろんです。変な話かもしれないんだけれど、早乙女さんってどこか父に似てるのよね。別に変なことありますか。顔とか性格とかそういうことじゃなくて。え、うん、面影。え、何がですか。じゃあ早乙女さんもどことなく不器用な人でしょ。そうですね、不器用です。それは間違いなくそうですね。そうよね、不器用だからこそああいう感じになったんだろうしああいう感じってどういう感じですかそんなところが父と重なるのかもしれない。ああ、父も不器用は不器用だったんですね。なるほど。本当は自分が一番大変でしょうに、誰かに尽くしちゃうところもね。まあ性格が似ていると言えるんじゃないですか。じゃあそんなお人よしなんて損をするのが常でしょそんなことはないと思いますよ。でも肯定しておきましょう。さまよいちゃんはお人よしの筆頭だもんねまあそうですね、みんなに話しかけてね、なんかちょっかい出してましたから、まあそれはそうかもしれないです。飲み切りましたね。いいペースで飲んでいきますね。それにしても君みたいな子が今までよく騙されてこなかったわね。いや、まあでもそれは本当にそうですよね。どっかで騙されてても仕方ない。世の中に悪い人も多いのに、手品とか言い張って1万円踏んだくるやつとかとか気まずそうに言うじゃないですか。そうですね、引っかかってますよ。それにはちゃんと早乙女さんみたいに人に尽くしてたら自分をないがしろにしちゃうのよ。それは人によりますけどね。人に迷惑をかけて生きてきた私が言うのもおこがましいけど、まあだからここからどうにかしていきましょう。早乙女さんのことを守ってあげましょう。そうしましょう。なんで添い遂げましょう。私も同じだったから早乙女さんの本当の気持ちがよくわかるのよ。ん？同じだったから。私もずっと家族のためにって生きてきたから。それは本当にでも頑張ってはいましたよね。方向性が違うだけで。だけど家族のためって言えば全てが許されるってわけじゃない。はい、そんなわけはないですね。だから食材はこれからも続けるわよ。当たり前だけどもちろんそうだと思ってます。そう考えたら私も父と同じなのかもしれないわよね。え、人のためにって話ですか。不器用で、ああ少し生きづらさを抱えてる。まあそれはそうですね。さすがお父さんの娘ですよ、あなた。間違いなくそうよね。はい、やっぱり親子ってことかしら。やっぱりお父さんのこと好きじゃないですか。でもね、お人よしな自分は
もう嫌いじゃない。うん、前まではちょっと嫌でしたけどね。お人よしの自分であり続けようと思うわ。いいと思います。そうしましょう。まあマイヤさんもじゃあ騙されないように気をつけてください。マイヤさんは大丈夫ですかね。こんな風に自分を受け入れられる時が来るなんて思っても見なかったな。全然名前の話じゃなかったですみませんでした。自分の変わらない部分も変わった部分もどちらも大切な自分の一部だと思えるな。うわ、超越しましたね。マイヤさんが素晴らしいですね。成長ってこういうことを言うのかしら。そうだと思います。なんてね可愛らしいですね。一つ断言できることがあるわね。何でしょう。私がこんな風に思えるのも汚れ切った私に寄り添ってくれる人のおかげ。汚れ切ったは言い過ぎでしょう。大丈夫ですね。早乙女さんのおかげですね。そんなお人よしの誰かさんがいてくれたおかげってことね。早乙女さんのことですね。じゃあ早乙女さんと一緒に添い遂げてください。まあ、大丈夫です。ヨタンのことは気にしないでください。眺めてるんで全然。もう早乙女さんと仲良くしてください。そんなお人よしさんのおかげで楽しい時間を過ごせたわ。あれ、早乙女さんいました明日も朝からやることはたくさんあるし。あ、本当ですか。そろそろ退散しようかしら。いや、もう本当にマイヤさんが何してるかわかんないんですけどね。さまよちゃん、はい、またお話ししましょう。バランさん、絵について失敗してましたね。その話かい。こないだも話した気がするけど。いや、なんかうまく話せなかったんでお願いします。それじゃあ乾杯。はい、乾杯しましょう。どこでミスったんですかね。はあ、さまよいさんとお酒を飲むと悩みからも解放される気がする。うん、よかったです、よかったです。いや、そう簡単に解放されちゃいけないタイプの悩みなんだけどね。おっと、ここですかね。ここで疑問とかしました前回。そうですね、ここは肯定しておきましょう。ただ違ったかもしれないです。考え込んでいたからいい息抜きになるよ。まあ、それはとても良かったです。悩んでいるのは自分の画風のことなんだ。あ、はい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 。端的に言うと僕は筆のタッチがすごく微妙でね。あ、言ってましたね、その話は覚えてます。無個性というか優等生というか、要するにつまらないんだよ。これ失敗したんですかね。ここで否定したんですかね。ん、あれ、どうでしたっけ。まあ否定してみましょう。そんなことないよと。あ、OK です。励ましてくれて。あ、いや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 、全然大丈夫です。多分一つ目の問答を失敗したんでしょうね。自分で言ってて胸が痛くなってくる。うん、そうですね。ずっと気にせずに来たけど上達してきた分目についてしまうんだ。ああ、わかるんですね、その自分で分かってしまうと。だけど自分の画風に対する悩みってスランプともまた違くてさ。ああ、別に絵が描けないわけではないってことですよね。がむしゃらに描いても解決しないし、どうすればいいかわからないんだよ。まあそのままでいいんじゃないですかっていうのは違うんですかね。うん、ありがとう。そうだね、ちょっと一呼吸入れようか。はい、まあ一回挟みますか。勢いのままに話し続けるとどんどん落ち込んじゃうからねそれは良くないですもんね。こんな苦しい時にさまよいさんが隣にいてくれてよかったよ。そう思ってくれて嬉しいです。甘えてばかりで申し訳ないけど、もう少し話を聞いてくれると嬉しいな。はい、お酒と一緒に。少しは落ち着いたかな。うん、よかったですっていう意味の肯定です。受け取ってください。よかったです。うん、一緒に飲みたかったですね。それは難しい。画風で悩む必要がないことは自分でも分かってるんだ。まあそうですね、ちょっと画風で悩むには早いのかもしれません。でも必要なことだと思いますよ。うん、でもね、僕は個人的に画風は画家の人生そのものだと考えてる。これから付き合っていくものですもんね。苦しい人生を送った人の画風は闇深いし、幸せな日々を過ごす人の画風は明るい。
あーそれで今無個性だから無個性な人生になってしまっていてちょっと辛いっていう話ですかね。だから自分の無個性な画風を見ると自分の人生がチープに思えてくるんだよ。でもカジさんも言ってましたけどそんなこと思う必要ないですよの否定です。ありがとう。僕の人生がチープだなんて僕も思いたくないよ。よかったですよかったです、うん、通ってよかったです、うん、そんなことないですもんね。チープではないですよ。大丈夫です。余計に嫌なのが以前までの僕の絵が魅力的に感じることさ。これはまあまあ、どういうことでしょう。ああ嘘をついていた時の自分の絵の方が魅力的に感じるってことですか。ああそうですね、それちょっと嫌かもしれないですね。でもちょっと分かりにくい言い方なので疑問でも通ってくれませんか。あ、よかったです。以前というのはさまよいさんと出会う前嘘ばかりついていた頃の絵のことね。嘘ばかりの絵になるんじゃないですかってことは違うんですか。当時はまともに描き上げられなかったから未完成品ばかりだけど個性はあるんだ。おー、なるほど。いやそれだけじゃない、人を引きつける何かを感じるんだよ。おー、でもそれはバランさんが描いていたものなのでなんかそれは使えるものじゃないんですかね。もがいて光を求めるような強烈なテーマ性が込められている現実がちょっとうまくいかなすぎて絵に求めていたのかもしれないですね。それが現実がうまくいくようになってうまくいくというかちょっと悩みが減ったおかげでその絵への情熱が減っているのかもしれません。全てに嫌気がさしていた頃に描いた絵のはずなのに変でしょ。だからこそ希望を求めたんだと思いますよ。今より後ろ向きな気持ちで描いた絵にどうして僕は勝てないんだ。そうですね、それはちょっと辛いですね。どうしましょう。でも今その勝てないんだっていう気持ちのまま書いたらどうですか。ダメですかね。グラスがもう空になってたね。ありがとう、さまよいさん。いやいや全然全然、はあ、悩みを話せてよかったよ。正直打ち明けるのが怖かったんだ。でもこうしてこのちょっと安心するっていうのを挟むことによってより絵の精度は下がってしまうんじゃないですかね。そのなんでうまくいかないんだって思っているまま描いた方がうまくいやいかないか。悩みを言葉にしてしまうと向き合わざるを得なくなるから。そうですね、まあこれで一つはその過去の自分と向き合わなければいけなくなりましたね。正直に話せたのはお酒の力？まあかもしれないですけどバランさんの今まで考えていたことだと思うのでバランさんの力ですよ。いや、さまよいさんのおかげだよね。それは違います。いやまあ違うは言い過ぎですけど、もう少しだけ甘えちゃってもいいかな。まあ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 、お酒飲むだけですよ一緒に。だけど不思議だよね、僕自身は人間として成長できたはずなのに。まあ、まあ難しい話ですよやっぱ。というかその表現というか落ちてしまったように感じるなんて難しいです。まさか人間力と画家の表現力って反比例していくものだったね。いやそんなことはないと思いますよの意味の否定ですかね。ここはどうだろう、通ってくれますか。よかったよかったよかった、僕もそう思いたいよ。そうですね、それだとなんか、ね、画家として体制してる人はみんな人間力低いみたいになってしまうので、まあ、それもちょっと違うと思うのでね、まあ、また別のものですよ人間力と画家の力というのは。希代の画家や父さんも今の僕みたいに悩んだりしたのかな。そりゃあそうでしょう、誰しも悩んでますよ。人生を再出発しようとして出花をくじかれた心地だよ。まさにその通りなんじゃないですか。くじかれたようでいいと思います。心地っていうか、まあ、まさにその通りなので。どうすればピカソやゴッホのようなテーマ性の強い絵を描けるんだろう。理想が高いのはとてもいいことだと思います。
一つテーマを決めて書けばいいんじゃないですか。まあ、例えば肉体美とか。歴史的な画家たちみたいに劇的な暮らしをすれば、あるいは、これは肯定してみますか。まあいいことだと思いますよ。いや、大学生を演じてきた僕の人生って冷静に考えるとかなり劇的じゃん。自分で気づけましたね。そうですね、それはそうだと思います。人間としては最低だけど画家としては最高にドラマチックだよね。自分で気づけてよかったです。人間としては最低だけどって思ってるんですね。まあ、なかなかですからね。まあ、確かに今思い返すと恥ずかしさでいっぱいだけどね。だからこそあの時はいい絵が描けたのかもしれませんね。実際嘘に苦しんでいた頃の僕は鮮烈な絵を描けていたわけで。そうですね、僕の人生経験を生かせばテーマ性が強い絵を描ける気がする。お、ちょっと自信出てきたんじゃないですか。はい、絶対に描いてみせるよ。ぜひ。どうしても描きたい題材が今できたから。何ですか。嘘だらけの僕の人生を劇的に救った英雄、さまよいさんを描いてみたいんだ。恥ずかしい。いや、なんか実は、まあ、でもバランさんね、きっと風景画の方が好きなのでって考えたら、まあ、それを抽象的に表してくれれば、まあ、直接的にちょっと良い単書かれると恥ずかしいので。あ、でもどうやって見えてるんだろうはちょっと気になりますね。うん、書きたいものが定まったらなんだか画風とかどうでもよくなってきたよ。ああ、よかったです。さまよいさんの魅力を書けるならどんなにチープな画風だって構わない。まあ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 、魅力が描けているのであればチープではないでしょう。わかんないですけど、今の画風で表現に追いつかないなら自然と変化していくだろうしね。そうっすね。題材を決める前から画風で悩むなんて我ながらバカだったよ。まあそうやって一歩一歩進んでいきましょうよ。また結果的にさまよいさんに救われちゃったな。いや、もう全然今一人で解決してましたから、もう全然バランさんの力ですよ。さまよいさんを書くと言ってもプライバシーは守るから安心してね。ありがとうございます。ちょっと気になってたんで。迷惑はかけないから、もっと詳しくさまよいさんのことを教えてほしい。はい、あ、全然全然良いですよ。じゃあまたお話ししよう。はい、またね。僕を救ってくれた英雄さん。恥ずかしいですって。恥ずかしいですって。はい、また会いましょう。今度こそ本名の話ですか、マイヤさん。あら、今夜も一緒に飲んでくれるの。はい、もちろんです。もしかして私のことを心配して気遣ってくれてるのかしら。いえ、全然ただ話したいからです。それとも綺麗なお姉さんと一緒に飲みたいだけだったりして。まあどちらかというとそっちです。でもあのマイヤさん自身が言っていたので妹だと思ってます。どちらでも構わないけれど、さまよいちゃんならいつでも歓迎だもの。よかったです。それじゃ何か頼みましょう。はい、さまよいちゃんとの時間に乾杯。キルカさんに教えましたねそれ。いいと思います。ありがとうございます。言ってもらえたんで。実は今日ちょっと浮かれた気分なの。ちょっと楽しそうでしたね。私顔に出ていたかしら。なんかサオタメさんといいことがあったんですか。とても楽しそうでした。あら、そうなの。だとしたらちょっぴり恥ずかしいな。大丈夫です、恥ずかしがることなんてないですよ。可愛らしかったんで。最近ますます動画の調子がいいのよね。いいことですね。コメントでもマイマイ頑張れとか応援してもらえるとやる気も出るの。それキャスターではマイマイって名前でやってるんですか。やっぱり人から認められるって嬉しいじゃない。いや、まあそれは普通に嬉しいことだと思います。私承認欲求が強くないタイプだけど。それでもこんなにやる気が出るのね。いや、まあ承認欲求強くないタイプって、まあ自分がどういうタイプかって自分で言うものでもないような気もしますけど、そうですね、まあそうですね。目に見えて数字が増えていくのも分かりやすくて楽しいわ。いや、それはすごく実力があるからすごいですね。
マイマイって呼ばれてるのはまだ恥ずかしいのよね。これは本名の話題きましたね。間違いなくそう。すっかりキャスちゃんが定着させたけど、まだまだ慣れそうにないわ。あー、そのコラボでマイマイってキャスさんが呼んでいたから定着したんですかね。まあそうですね。でもマイヤさんってマイヤさんが本名なんですか。君にはまだ私の本名を教えたことはなかったわよね。みんな本名を気にしますね。別にいいですけど教えなくて大丈夫です。私の本名気になる。お父さんの名前が気になります。お父さんがどんな名前だったのかな、なんていう手品師だったのかなっていうのが気になります。もうマイヤさんのことは知ってるんで大丈夫です。さまよいちゃんならいいか。大丈夫ですよ。実を言うとマイヤは本名には全く関係のない呼び名なの。そうなんですか。それは驚きですね。牛光すばる。え、これが私の本名よ。え唐突すぎて。え、まあでもそうですね、お牛座ですもんね。いやそんなことじゃなくて、なぜなぜどういうことですか。どこから来たマイヤですか。まあ牛光すばるさんもなかなか珍しい名前ですね。バーでこの名前を口にするのは初めてだわ。あら、初めてをいただけて嬉しいです。だって裏ではとても褒められないようなことをしていたし。その名前でですか。本名で褒められないようなことしてたのやばいですね。かといって本名を名乗らない事情の説明も面倒なものでしょう。まあそうですね、それは確かにそうだと思います。私は基本的に面倒くさがり屋なのよ。だから自然と秘密が増えちゃうの。語らないからってことですか。まあでも大体のことはめんどくさいですよ。マイヤと呼ばれるのが一番気楽でいいわ。なんでマイヤって呼ばれるようになったんですか。てか呼んでもらってるんですか。どうしてでしょう。マイヤミ、このあだ名なぜか気に入ってるのよ。だからずっとこれで通ってきたの。でも牛光すばるからマイヤにはならんでしょう。深い意味や由来とかは全くないんだけどね。じゃあパッて教えてください。ちょうどいいから頼もうかな。私と似た名前のカクテルを。わかりましたよ。さまよいちゃんも何か頼みなよ。はい、もちろん。マイアミかなって思ったんですけど、もしかしてスバルの方ですか。あ、合ってる気がします。乾杯しましょう。これマイアミ飲んでたんですね、2回目はいつも。久しぶりに飲むけれど。あ、甘くてさっぱりしてて美味しいわ。あ、そっか、2回目っていつもカシスショットでしたっけ。あれだったかな。ちゃんと覚えてなくてごめんなさい。このカクテルの名前知ってる。マイアミじゃないですか。違います。マイアミ。そうですね、私の名前に似てるでしょ。名前、そのあのあだ名の方に。そうですね、似てますね。それが由来なんですか。マイアミから取ってマイヤ、とっても単純。え、いや似てるっていうか、じゃあこれが由来じゃないですか。ん、あ、飲み切りましたね。ちょっとそのペースでは飲めないですね。昔働いていたキャバクラの店長さんにつけられたから、それだけなの。ああ、ゲンジナっていうことですね。なるほど。マイアミくらい度数の高いカクテルを飲めるのが私しかいなかったからですって。あ、そうなんですね。まあお酒にも強いですから ね大した話じゃないでしょ。全然そんなことないですよ。聞けて嬉しかったですよ。私が主語で悪目立ちしてたってだけなの。目立ってたんですね。今思うとちょっと恥ずかしいわね。まあまあまあ、恥ずかしがってるマイヤさんも可愛いですよ。しかも私そのお店は入ってすぐに辞めちゃったのよね。あ、それでもマイヤを貫いてるんですね。女の子に嫌なことをするお客さんがいたものだから、つい喧嘩になって。あら、それはそっちが悪い。思い出があるとかそういうわけでもないの。そうなんですね。でも使い続けてるんですね。なのに今も使ってるなんて。おかしいでしょ。はい、ちょっと楽しいですね。笑いましょう。いや、はい、いけました。ずるずるとなのよね。まあ名前の響きは嫌いじゃなかったしね。いや、とても合ってると思いますよ。それに
偽りの名前を名乗っていると悪事を働いても自分をごまかせるじゃない。それを聞いた後だとちょっとこれからは牛光すばるって名乗りませんかって思うんですけどね。さまよいちゃんもあだ名で通ってるし。確かにちょっぴり気持ちわかるでしょ。それはそうですね、そうだと思います。ほろほろ、さまよいちゃんもごまかしたくなるようなことをしてるのかしら。おっと、はめられましたね。まあまあまあ、何のことでしょうか。冗談よ、気にしないで。そんなことしてないってわかってるから。いいんですか、信じちゃって。してるかもしれないですよ。そんな理由なのよ。うんうん、でも本当に合ってると思いますよ、マイヤさんが。うん、スバルより安バルでも合ってるか。名前って不思議なものよね。そうですね、嘘の名前かもしれないけれど、ずっと名乗ってきたマイヤは確かに私で、そうですよね、私の一部って感じるの。うんうん、今からスバルって呼ばれたらさすがに違和感でしょ。これから先牛光スバルと名乗ってもマイヤだった私は消えないのよね。消えませんよ。もう一度乾杯したい気分ね、これからのマイヤに。マイヤに。さまよいちゃんも付き合ってくれない？もちろんですよ、これからのマイヤさんのために。3杯目カシスショットじゃない。じゃあマイヤのこれからに乾杯。それ何ですか？え、それ、あ、そっか、2杯目がいつもカシスショットどうだったんですかね。うわー、それでもマイアミじゃないですよね。何飲んでるんでしょう、気になる。で、ちょっぴり恥ずかしいわ。自分に言うのはおかしいわよね。いいと思います、自信持ってください。でもこれからもマイアを名乗るのは必要なことだと感じてるの。これ疑問で言っていいですか？ちょっと理由を聞きたいので。どうしてですか？私はマイヤとして犯してきた罪はマイヤとして償うべきだと思う。偉いです、偉いです。だから今となっては簡単には捨てられない名前なの。食材のために。そうですね、手品師としてもこの名前で活動するつもりよ。あ、そうなんですね。配信でもこの名前を名乗っているし、今更変えることもないでしょ。まあそうですね、確かに今更変えたらちょっと違和感ですね。もう定着しちゃってる雰囲気もあるし、このまま行った方が良さそうなのね。だってキャスさんとかともコラボしてますしね、急にキャスさんがスバルンって呼び始めたらちょっとあれですもんね。じゃあそうですね、ということでこれからもステラアビスではマイヤでいるわ。はい、そうしてください。さまよいちゃんもマイヤって呼び続けてね。はい、そうします。マイヤさんはマイヤさんです。君と出会ったのも君に救われたのもマイヤだから。マイヤなんですね。まあそうですね、マイヤさんですよ。まあそれでも牛光スバルって名前は覚えておきますね。でもね、二人きりの時はマイヤじゃなくてもいいのよ。いや、ステラアビスにいる時は大体が二人きりじゃないですか。まあまあまあ、あ、そうか、ステラアビスじゃなく会うっていうことですか。その方が特別な感じがするでしょ。まあ確かにそうですね。もそかと思うけど、もう私の本名を忘れたなんて言わないわよね。お呼びしましょうか、スバルさんですよね。急には照れちゃうかしら。そうよね、私もきっと同じだもの。それならいつかさまよいちゃんがもっと私と仲良くしたいと思えたら、はい、その日が来たら君にだけ教えた私の本当の名前を呼んでね。あ、ヨイタにしか教えてないんですか。まあまあまあ、でもそうですね、そんな日が来たらキャスさんにも教えておきますね、牛光スバルっていうこと。あの、配信で急に呼ばれてびっくりしてください。スバルってさまよいちゃんが呼んでくれる日を待ってるわ。急にキャスさんに呼ばれてびっくりしてください。じゃあまたね、おやすみなさい、さまよいちゃん。はい、またおやすみなさい。さわとめさんはお酒との付き合い方をうまくできてないっぽいですね。もう一回お願いします。俺が酒に弱い話なんて別に面白くもないだろうに。いや、面白いですよって答えたらいいんですか、否定したらいいのかな。あ、よかったです。俺にとっては笑える話じゃないんだ。
本当に本当2回は笑える話じゃないですよ。お前には微笑ましく思えるかもしれんが、俺はこれでも真剣に悩んでいるんだぞ。そうですね、すみませんでした。何しろ俺はウイスキーが好きだ。ああ言ってましたね。そうですよね。でもお酒にそんなに強くないと。でウイスキーは度数が高いと。ウイスキーってのは度数が高い。油断するとすぐに潰れてしまう。困ったもんですね。俺が真剣に悩む理由にガテンが言ったんじゃないか。はい、よくわかりましたよ。まったく、お前ぐらい強ければもっと酒を味わえるんだわな。ヨイタはありえん強いんでね、本当に。でもね、ゆっくり飲めばいいと思います。ハブやマスターが酔いつぶれた俺の世話をしてくれたよ。お世話になってますね。あの二人とのつながりが薄れた今は誰かと一緒に酒を飲むのにも気を使う。本当にマスターまだいるんですから。俺を世話してくれそうな奇特なやつなどさまよい君以外にいないしな。マスター、マスターね、マスターもいるんでね、ここではもう気にせず飲みましょうじゃん。さまよい君が雑談に付き合ってくれて俺は随分と救われているよ。よかったです。だからこそつい飲みすぎてしまうのかもしれないわけだが、大丈夫ですよ。ここで酔いつぶれてもマスターと酔いたんがどうにかするので。今日もまだ飲み足りない。もう一杯だけ自分に許すか。ね、甘くいきましょう。よし、いいと思いますよ。追加を頼むぞ。はい、さまよい君も付き合ってくれ。もち。ああ、念のため言っておくが、さまよい君には迷惑などかけないぞ。おお、ありがとうございます。気をつけてるんですね。全然大丈夫ですけどね。はい、分かっているならいい。それだけ信頼しているということだ。いやでもちゃんとそのなんでしょう、自制、あの自立できていて素晴らしいですね。さすが大人ですね、早乙女さん。いいと思います。世話になる云々の話はあくまで例え話だから忘れてくれ。忘れる必要はないでしょ別に。お前だってこんな中年親父の解放はごめんだろう。全然大丈夫ですよ、そんなん。大丈夫ですよ。確かにお前のことだからいざとなったら解放するんだろうが。もちろんです、任せてください。だからこそ酒に酔いつぶれて迷惑をかけるなどお断りだよ。もう偉いですね、偉いですね。酒が原因で若者に迷惑をかけるなど自分で自分を許さないんだ。ちゃんとそのこうありたいっていう自分があるのは偉いと思う。なんでですか。甘えたくなってしまう。いや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 、いいでしょ今のは。うわー、酔いやすいことを悩んでいる相手にその優しさはあまりに酷だぞ。いや、そうですか。まあ、酔いつぶれるのが怖かったら酒なんて飲むなって話か。まあでも好きなんだから仕方ないですよね。しかしそれでも飲みたくなるから不思議だよ。そうですね、怖さがあっても人間から切り離さない。失敗ですよ、もう本当に。酒はまさしく、ここまで来て2回も失敗してごめんなさい。そうですね、命の水ですね。悔しい。というわけで今回はバーステラービスをプレイしました。ここまで見てくれてありがとうございます。